京都の輝元の宿舎には連日要人が訪れた。秀吉様より大事ゆえ急ぎ参れとのこと。直ちに参る。勝てるかもしれぬ。せっかく来たのだ。呪落台を案内いたそう。別の日、秀吉様が表でお待ちです。月見に行く、はよう乗れ。かような趣向も良いものであろ。京都観光は面白うございましたが、そろそろ帰る時かと。神社仏閣ばかりで、あとは大阪城に戻られた秀吉様に挨拶に行くだけ。大阪といえば USJ。 ん？それは忘年会でやっておったではないか。それは USA。 されば琵琶の海を見るのはどうじゃ。それは楽しみ。泳げるのでしょうな。その日、そちは別の用があった気が。うん。輝元と高影は琵琶湖観光を楽しんだ。未来では鳥人間コンテストなるものが行われる。輝元一行は秀吉のいる大阪城へ向かった。よく来られた。これが大阪名物じゃ。あ、天井からお金が降ってきた。ん？これが大阪名物のたこ焼きよ。これが秋名物のもみじまんじゅうです。見事な城ですな。私もかような城を持ちたいもの。されば大阪城の縄張りも知った官兵衛を頼るがよい。ほっ、ありがたき仰せ。されば我ら帰りまする。ん？城を築く。これまでのような山城にしようかと思ったが、呪落台や大阪城のような城にして、この海を活用し神を富ますことができる城とする。毛利は海に出ていくのだ。輝元一行は無事に帰宅した。
海に近いこの五箇村に城を築く。築城奉行はそなたらとする。が、この地を治める家臣が立ち退きを嫌がり反発。旗とくたびれそろ。殿は優しすぎる。成秀には返しを与えればよいだけのこと。ことが長引けばかえって悪い結果を招くこととなろう。そなたらも殿に進言いたせ。成秀は承諾。黒田官兵衛の助力も得て築城は進められ、後に完成し広島城と名付けられた。